ですか？一緒に歌いましょうね、あの曲。ではお呼びしましょう。スペシャルゲスト、元ホワイトベリーのボーカル、前田有紀さんです。拍手でお迎えください。海先に
元ホワイトベリーのボーカル前田由紀です。ありがとうございます。こんなにすごい人で、私はいろいろお祭りに行ってますけど、こんな火が出たり、ね、レーザービームみたいなやつとか初めて見ましたよ。すごくないですか、あれとか、ね、すごいよね、うん、暑かったね、日暑かった、うん、昨日私は北海道の北見市というところに住んでるんですけども、北海道から昨日やってきまして、もうそうだねーのとこです。ありがとうございます。そうだねーのところが来たんです。もうすごい遠かったですよ。朝8時半に出て行って夜6時半ぐらいに着いて、すごい長い旅でした。お疲れ様でした、はい、今やった曲はホワイトビルの雪という曲だったんですけども、あの北海道の冬の曲なんです。でね、あのめちゃイケのエンディングテーマにもなった曲で、歌詞にさ、土曜の夜だから、うん、今日土曜日だよね、あれ土曜日です。もう少しそばにいたいってあるのね。だから今日ね、すごいぴったしだなと思って、さっきからさ、はい、若いさ、はい、このカップルとかさ、すごいって羨ましいなと思って見てたんですよ。これをこの曲を歌ってた時、私たちも中学生ぐらいでしたけどもね、土曜日まだ休みじゃなかったからね。そうですね、今と違いますからね。そう、土曜の夜だからって思うじゃないですか、うん、もう少しそばにいたいって、明日休みだから、うん、そんな曲でした。じゃあ次はですね、私北海道北見市ですけども、じゃがいも畑とかいっぱいあるんですよ。でね、いとこの農家とか手伝ったりするんですね。でそれで収穫っていう曲が去年できました。本当に収穫の曲です。聴いてください。収穫です。